はいどうも、ともたかです。本日は、楽して痩せる方法についてお話ししていきます。楽して痩せるなんてできるのかと思うかもしれないんですけども、それはあなたがどういうことに対して楽と感じるかっていう部分に大きく作用されてきます。で、日常生活の食事を変えて痩せるのってすごい楽じゃないですか。っていうのも、まあ例えばすごく時間がなくてついついコンビニのおにぎり食べちゃうとか、そういう人にとってはなかなか簡単じゃないかもしれないんですけども、普段の食生活を変えるだけで痩せられたら、それはすごく楽ちんかなと僕は思います。で、僕自身は実はそうやって痩せてます。で、大事なのが痩せる、楽して痩せるっていうのは自分がそれが楽かどうかっていう部分なので、今回これは楽だよっていうのでご案内したいのは、僕が実践したダイエットについてご案内していきます。あなたがもしその普段の生活で食事っていうのをそこまで意識していないのであれば、そこをちょっと変えてあげるだけで、痩せることができます。実際僕は食事を変えただけで、だいたい3ヶ月で18キロの減量に成功してます。で、食生活の乱れっていうのが実は大きな太ってしまう原因だったりします。そこで、食生活を変えるっていうことはかなり楽に痩せられるんじゃないかなと思います。で、まあ食生活を変えるのが難しいっていう人は、何が難しいのかっていうのを考えてみて、で、実際変えられないのかまで考えてみてください。僕とかはもともとジムに通っていて、ジムに通ってるのって時間がすごい取られるんですよ。1時間とか2時間とかジムで運動して、でも1時間とか2時間ジムで運動して消費できるカロリーって食事1回分なんで、だったらその食事1回分の内容を変えちゃった方が早いんですよね。で、太る原因って食べてる食材なんで、楽して痩せるんだったら食べてる食材を変えた方がいいです。で、そうすると結構皆さんそのお腹すくじゃんとか言うんですけど、まあ好きなだけ食べていいっていうのは語弊があるんですけど、その食べる量のバランスっていうのを整えてあげれば、全然過食とか、あとは極端な制限とかはなくなります。で、楽して痩せる食事の内容っていうのはどういうものなのかっていうと、それはタンパク質多めです。で、オーストラリアの、シドニー大学かなで研究で発表されてるんですけども、人が過食してしまう原因、いっぱい食べてしまう原因っていうのは、体からタンパク質不足のサインが出てるんで、その時に大体の人はお菓子とか甘いものとか糖質を取っちゃうんですよ。だから食べても食べても満たされないで、お腹すいたお腹すいたってなってる状態なんですね。で、これって太る原因なんですけども、タンパク質を積極的に取っていれば、その過食とかがなくなるんですよ。だから普段の生活にタンパク質が多いものを取り入れてあげるだけで、かなり、お腹がすく頻度が減ったりとか、あとはもう自然とタンパク質ってその糖質とか脂肪の燃焼に使ってくれるんで、太る要因を全部燃やしてくれるんですよ。だからタンパク質増やすだけで痩せるんですよ。楽じゃないですか、それって。食事のタンパク質増やすだけでいいんですよ。だからプロテイン飲んで食事してってやってれば、わりかし痩せます。で、見直してほしい食事っていうのが、ただ炭水化物とか糖質とかそういうのをちょっと減らすだけです。まあ、ちょっとっていうか、結構多い人はも結構減らさなきゃいけないんですけども、その代わりにタンパク質とか、ビタミン、ミネラル、野菜ですねを取り入れてあげるだけなんで、そんな特別難しいことでもないし、その普段ご飯大盛り食べてる人がお肉大盛りにすれば、それでタンパク質大盛りになったんで、ご飯は少なめ、お肉大盛り、これでも全然いいじゃないですか。まあ、お米大好きで、お米だけ死んじゃうっていうような人はちょっとまあいろいろ考えなきゃいけないんですけども、お米とかもたくさん食べたいんであれば、その白米が一番太るんで、白米じゃなくて玄米とか雑穀米とか、そういうのに変えてあげれば、普段の量を食べててもちょっと減らせます。ただ山盛り食べちゃうとやっぱり糖質ってのは出てきちゃうんで、それは抑えてほしいんですけども、だから太る要因となるものを減らして、痩せる要因となるものを増やす、これするだけで痩せられるんで、これは楽なダイエットかなと思います。で、そのメニューなんですけども、まあ1日に何食かっていうのは生活リズムとかがあるんですけども、とりあえず取っていただきたい食材としては、まずオートミールとか取っていただくといいですね。これは食物繊維なんで、腸の活動を活発にします。これはあった方がいいです。で、あとはお肉とかはなるべく変な油とか余分な油とかを取りたくないんで、まあもも肉ではなくて胸肉とか、あとできればささみとかにしてあげると、かなりそういうのを抑えられる、そういう変な油が入ってくるのを抑えられますね。
そうすれば調理に油多少使っても平気なんで、実際今の料理って油が多すぎるんで、それで油も入ってきちゃって太るとか体に良くないとかもありますね。油を取るバランスとかがあるんですね。だからでもタンパク質を取る意識をしてあげるだけで全然変わってくるんで、で、白米とかパンとかパスタとかそういう炭水化物、特に白い炭水化物、なんか玄米とかじゃないやつはもう減らす。で、できるだけそういうものが少ないやつにする、白米じゃなくて雑穀米とかにしてあげる。もうこれだけです。食事の内容をちょっと変えるだけで、量を増やさないで、バランス、量のバランスを変えるだけです。これはそんなに難しいことじゃないかなと思うんですけど、ただお肉からタンパク質必要な分だけ取ってこうとすると結構高くなっちゃうんで、まあ卵を食べてあげたりとか、あとはプロテイン飲んであげたりとか。で、プロテインのメリットって、余分な油とか変なその、やっぱお肉ってタンパク質が純粋に入ってるわけじゃないし、100% 純度タンパク質を吸収できるわけじゃないんですけど、プロテインってその純度 100% のタンパク質と余分なものなしで吸収できるんで、かなりいいんですね。で、脂肪を燃やすのに必ずタンパク質で使うんで、楽して痩せたいのであれば、もう楽してダイエットを成功させたいの、させた方法の一つとしてはやっぱり運動とかするよりも食事を見直す。これに関しても、まあ、本当は筋肉がついてるかどうかとか基礎代謝とかの問題もあるんで、そこの部分は変えていかなきゃいけないんですけども、タンパク質食べてれば実はあんまりお腹空かなくなるんですね。僕とかも全然食事の量とかは減りまして、今は1日2食で食べてるんですけども、朝はもうオートミールのみで、夜はちょっと食べるんですけど、ただそれも本当普通に炭水化物なしで、全然お腹満たされるんで、やっぱタンパク質っていうのがこの空腹の原因を作ってたりはします。で、忘れてほしくないのがビタミンミネラルっていうのがないと、そういったタンパク質とか栄養素のエネルギーっていうのを使えないので、そういうのもしっかり取るのを心がけてください。以上で今回は楽して痩せる方法についてお話ししました。細かい食事のメニューとかは、僕の、YouTube の概要欄に貼ってあるノートっていうのに書いてあったりはするんで、まあ今 YouTube だと価格限定価格で販売しているので、興味があればまあ見てみてください。以上で、本日は、終わりとさせていただきます。もし、このチャンネルの内容がいいなと思ったら、グッドボタンで、いいチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録もお願いします。はい、じゃあねー。